こんにちは、マックデンタルジャパンのゆうきです。今回はワイヤークラスプの曲げ方について紹介していきたいと思います。この方法は自分の独自の曲げ方であって、屈曲の方法は学校や会社で習った曲げ方などいろいろありますが、僕はクラスプの曲げ方が苦手で試行錯誤して今の曲げ方になりました。自分のやり方が正解とは限りませんし、もっと早い屈曲方法があるかもしれません。今回は自分の屈曲方法を紹介します。はい、まずクラスプラインの設計ですが、 MDJ アングルステージを使用した設計ラインで曲げていきます。使用しているワイヤーは118鋼ステンレスワイヤーを使っています。レストは半円線を叩いて成形して作成しています。曲げ方の順番ですが、先に半円線でレストを作ります。レストが完成したら次にワイヤーを曲げていきます。先に作ったレストに沿ってワイヤークラスプを曲げていきます。ワイヤーの肩の部分を作るところまで曲げたら、荷着溶接機でレストとワイヤーを荷着します。荷着ができたらレーザー溶接で固定します。はい、ここでレーザー溶接がない場合でも荷着溶接だけでも問題ないです。荷着溶接だけの場合は、脱炉が終わった後に即時重合レジンや瞬間接着剤でクラスプとレストを止めてあげます。はい、レストとワイヤーを固定したら、あとはワイヤーを屈曲するだけです。はい、いかがだったでしょうか。僕はいつもこんな感じでワイヤーを曲げています。ワイヤークラスプの屈曲方法で他にやり方やアドバイスがあればコメントの方よろしくお願いします。今後も歯科技工に関する動画を上げていきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。